渋田レオンと小田ひろきの牛トレ。牛トレは家の中で取り組めるトレーニングを滋賀レイクスターズの選手とトレーニングコーチが紹介する動画です。今日はどんなトレーニングを紹介してくれますか？はい、今日はトレーニングの基本の一つスクワットをやっていきます。主に下半身を鍛えるトレーニングです。それではやっていきましょう。よし。はい、それではスクワットのやり方を説明していきます。はい、まず足幅はですね、肩幅やや広いぐらいですね。で、つま先は正面、もしくは軽く外に向けるぐらいのスタンスです。で、手は腰、または胸の前でクロスして行っていきます。では、ここからゆっくりしゃがんでいきます。で、このしゃがんだ時にですね、膝がつま先よりこう内側に角に入りすぎると、膝を痛める原因になるので、できるだけつま先と同じ方向を向くようにしていきます。じゃあ、一度立ち上がりましょう。で、もう一回しゃがんでいきます。で、このしゃがんだ時に腰が角に反ってしまったり、あとは丸まってしまったりしないようにします。で、太もものラインはだいたい床と平行になるぐらいまで下がっていきましょう。で、目線は前ですね、前方を向いて首が角に上がらないように気をつけていきます。それでは一緒にやっていきましょう。よし。はい、それでは10回1セットですね。今日はやっていきましょう。はい、はい、それでは姿勢を作っていただいていきます。1、はい、ゲッ、はい、3、はい、シェ、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、ゲッ、はい、おやすみ、10、はい、正しいフォームで、正しいやり方でスクワットを10回すれば、僕でもきついので、皆さんもぜひやってみてください。はい、スクワットは、下半身の筋肉を鍛えることができ、日常生活を送る上でもスポーツする上でも大切な筋肉なので、ぜひ無理ない範囲で取り組んでみてください。皆さんも僕たちと一緒にナイスボディを目指しましょう。レッツ打ち取れ。次回もお楽しみに。